はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、ちょっとムカつくことがありました。アパート、自分が住んでるアパートの、敷地内のゴミ捨て場に、こちら知らない男がね、こちら捨てていきました。これ空き缶です。ね。そして吸い殻。そしてペットボトル。ね。これをですね、丸めて、知らないアパートの住人じゃない人間が、捨ててったんですよ。で、その、場所はもう分かってるんですよ。表にあるね、会社なんですけど、まあ何会社とは言いませんが、そいつらのね、そいつらなんですよ。もう明らかにね、服装とかでね、分かりました。そいつらですね。ということで、これからね、そのね、先ほど警察に、通報したんで、とりあえずね、そいつらにね、向かいたいと思います。そいつらのね、会社にね、警察官と一緒に、行って、ちょっと、完全に違法行為なんで、不法投棄ですからね。で、証拠は唾液があります。これ飲んだやつの唾液。ここに、ちゃんとありますから。ね、ペットボトルと缶コーヒーと、さらに吸い殻。吸い殻まであるんで、タバコの吸い殻まであるんでね。完全に証拠はこっちのもんですよ。はい。乗り込みまーす。乗り込みまーす。